今回の動画はですね、東急大井町線6020 失礼いたしました。JR 東海 HC85 系特急飛騨南紀のプラレールを開封したいと思います。ちなみに某家電量販店にて税込み1540円にて購入しました。それではですね、開けていきたいと思います。はい、というわけです。まあ、こんな感じですね。東急6000、失礼いたしました。JR 東海ね、HC85 系のプラレールが開封できました。いや、本当にこの HC85 系ってね、東急大井町線の6020系に似てるんですよね。あの、東急6020系がね、わからない方のためにですね、まあ、右上にあの画像を表示しておきますので、あのね、わからない方は右上の画像をね、まあ、ご参照ください。ただですね、ちょっとあんまりいい写真がなかったんでね、画質悪いんでその辺ご了承ください。それではですね、関西本線の名古屋寄りの先頭、高山本線の岐阜寄りの先頭車両1号車、クモハ HC85 から見ていきたいと思います。あれ、この車両起動車なのに、なんでクモハってつくのって思った方いますよね。まあ、なんでかっていうとですね、まあ、ハイブリッド方式の起動車だからですね。まあ、従来型の起動車はですね、まあ、エンジンで、作られたエネルギーをですね、まあ、そのまま動力に変えて走ってたんですけども、まあ、このハイブリッド方式の起動車はですね、エンジンで作られたエネルギーをそのまま動力にするわけではなくですね、一旦エンジンで作られたエネルギーを電気に変えて、その電気を使ってね、モーターで走るって方式の起動車だからですね。まあ、モーターで走るって点はね、まあ、電車と同じだから、まあ、クモハっていう車番が使われてるのがね、まあ、この車両の特徴ですね。はい、というわけですね、まあ、車両の難しい説明でね、前置き長くなっちゃったんですけど、先頭車の前面から見ていきたいと思います。前面はね、こんな感じとなっております。ライトがね、少しリアルじゃないのがね、まあ、残念ですね。まあ、俺はちょっと改造すればね、リアルにできるんで、まあ、そこまで気にしてないですけど、全く改造してない方からしてみればちょっとあれかなっていう感じはしますね。まあ、後でね、なんか LED 化改造とかしてリアルにしようかなって思いますね。まあ、いつやるかはわかんないですけどね。その他ね、まあ、貫通扉とかね、ワイパーとか細かいところまでしっかり再現されてるんで、まあ、造形に関してはね、文句なしのね、もう、高クオリティって感じですね。まあ、あと最近のプラレールだと塗装の手抜きとかもあるんですけど、まあ、この車両に関してはね、塗装の手抜きとかもあんまりなさそうなんで、ライト以外はね、素晴らしいなって思いましたね。続いて先頭車両の左側面です。左側面はね、こんな感じとなっております。なんかね、東急大井町線の6020系にね、塗装が似てますね。まあ、さっきも言ったんですけどね。っていう感じですね。あとね、運転席はかなり広いのがね、特徴ですね。まあ、おそらくね、クラッシャブルゾーンって言ってね、衝突事故とか起きた時にですね、わざとこの辺がね、潰れる構造になってるからだとおそらく思います。で、あとこの車両は一つドアとなっておりますね。JR 東海の特急型機動車はね、一つドアなのがね、特徴ですね。続いて右側面です。右側面はね、こんな感じとなっております。続いて屋根です。屋根はですね、まあ、こんな感じとなっております。でね、このスイッチ穴部分をよく見ていただくとわかるんですけどもね。このプラレールはですね、ワンスピードタイプなんですけども、このスイッチ穴の表記はですね、オフ、オン、ハイっていうね、まあ2スピードタイプの表記になってるんですよね。なんだろうな、嘘を書くのやめてもらっていいですかって感じですね。なんで2スピードタイプの表記になってるんだろうなと思いましたね。続いて中間車両です。中間車両はですね、まあこんな感じとなっております。非常にシンプルですね。で、この車両ね、まあ、機動車なんで当然屋根にパンタグラフはございません。で、あとですね、まあ、この車両ですね、まあ、4両編成でね、まあ、フル編成にできるんでですね、まあ、もう一本ね、同じプラレール買えばね、簡単に4両のフル編成にすることができますね。続いて台車です。台車はですね、ハッピーセットタイプの車輪が使われてますね。まあ、最近発売されたプラレールはですね、まあ、ほとんどこのハッピーセットタイプのね、まあ、車輪になってますね。続いて、紀勢本線、紀伊勝浦、新宮寄りの先頭。高山本線、富山、高山寄りの先頭。4号車、クモロ、HC85 を見ていきたいと思います。プラレールだとですね、まあ、後尾車になる車両ですね。で、後尾車のね、前面はこんな感じですね。先ほどのね、まあ、先頭車両同様ですね。ライトの部分があまりリアルじゃないのが特徴となっております。まあ、かといってもね、まあ、ライトだけなんでね、ちょっと改造すればね、すぐリアルに改造できるんですけどね。あとね、この辺が光ってるのが面白いですね。ここら辺もビトンみたいですね。続いて後尾車両の側面です。この後尾車両はですね、グリーン車となっております。グリーン車なんですけどね、ドア横にグリーンマークとかはね、一切記載されてないですね。で、確かね、この HC85 系のグリーン車はですね、従来型のね、まあ、キハ85系のね、まあ、3列シートのグリーン車とは異なりですね、4列シートのグリーン車が採用されております。
まあ、従来型の3列からね、4列のグリーン車になってしまったんでですね、どうなったかっていうのはね、お察しください。単純に言えることはね、3列から4列に変わったんでね、グリーン車の座席の幅がね、ちょっと狭くなっちゃったっていうのが特徴ですね。で、あとですね、後部車の側面のドア横にはですね、ハイブリッドのロゴのシールが貼られているのが特徴です。まあ、この HC85 系用に作られたハイブリッド専用のシールかなと思います。まあ、このハイブリッドのロゴがかっこよくていいですね。続いて後部車両の台車です。台車はね、こんな感じとなっております。車輪がね、まあ、中間車同様、ハッピーセットタイプの車輪が採用されておりますね。次はですね、プライス車カードを見ていきたいと思います。HC85 系特急飛騨南紀。HC85 系は国内で初めて営業運転最高速度120キロの実現を目指して開発されたハイブリッド方式の車両です。大阪、名古屋から高山、飛騨古川、富山を結ぶ特急飛騨や南紀などにも使用されています。特急飛騨南紀としては2022年から営業運転開始予定です。2021年2月現在と書かれてますね。まだこの車両ですね、まあ、営業運転はしてないとのことです。なのでですね、キハ85系という、まあ、車両が今現在ね、南紀と飛騨で走ってるんで、まあ、キハ85系はですね、今のうちに乗り納めしておくことをお勧めします。最後は走行動画をやって終わりたいと思います。特急南紀3号、キハ通路行き発車いたします。次はコーナーに止まります。ドアが閉まります。ご注意ください。ドア、コーナー、あり。今日は特急南紀号をご利用くださいましてありがとうございます。この列車は南紀3号 T 勝浦行きです。近鉄と主な到着時刻をご案内いたします。次の高度にも10時23分、四日市10時37分、鈴鹿10時45分、津10時59分、松坂11時16分、滝11時28分、三瀬谷11時51分、新長島12時19分、大瀬12時42分、熊野市13時17分、新宮13時37分、終点キー勝浦には13時58分の到着です。次は河野です。当駅で特急列車の通過待ちを行います。少々お待ちください。お待たせいたしました。特急列車は亀山駅発車いたします。ドアが閉まります。ご注意ください。ドアホーム、あれ。今日も全部東海をご利用いただきましてありがとうございます。特急ワイドビュー南紀3号キーパツーが行きです。この先の止まります駅と到着時刻をご案内いたします。次の桑名には10時23分、四日市10時37分。